シーナ、マクドナルドとマックカフェの新作スイーツドリンクを飲んでいきたいと思います。食べていきたいと思います。まずはアイスが溶けると嫌なので、こちらのマックフロートストロベリーから飲んでいきますね。どんな味なんだろう。それではうーん、冷たくてシュワーっとくる。いつもの癒しを次はまろやかな宇治抹茶と思いきや、意外とグイグイくるなこれ。甘さとまろやかさとはまた違った美味しさがあっていい感じです。さてどういう風にやっていくかな。おいしてチューリーと周年、冷たさとまろやかさが本当にいい感じだっていと、いいなぁと、まあ、ゆずマカロンのさっぱりとした酸味もきて、さらに最後どうなったかは詳細はこの後聞く。ごちそうさまでした。最初に飲んだマックフィズフロートストロベリーは炭酸飲料なのでちょっと自分には刺激が強かったんですが、ソフトクリームのまろやかな味わいと口の中でシュワッと広がるストロベリーの酸味がよく合っていて美味しかったです。気分爽快、すっきりしたい時に飲むとベストですね。その次に食べたこちらの宇治抹茶わらび餅パイ、抹茶はかなりほろ苦くて大人の味わいになっていました。なので甘くない抹茶がお好きなのであれば食べてみてほしいですね。甘い抹茶がお好きな方はちょっとがっかりされるかもしれません。次に飲んだのはこちらの小豆ミル抹茶フラッペかな。飲む小豆がただ食べた時のあんことはまた違った甘さ、食感を口の中に広げてくれて美味しかったです。なんて言ったらいいのかな、飲んで甘いんですけどどこかコクや深みもあるフラッペになっているなと。その次の柚子マカロン、口の中で噛んだ瞬間にシュワーッと柚子の爽やかな酸味が広がってきて、すっきりさっぱりとした気分にさせてくれる美味しいマカロンでした。で最後に飲んだこちらの宇治抹茶ラテ、口の中で抹茶のほろ苦い味わいがバーッと広がってきて美味しかったです。温まりたい時にはいいですね。まだまだ寒い日も続いていますし、なんか来週からちょっと暖かくなるみたいな話が出てますけど、天気が悪くずれるので一応一旦かな。というわけで本日はマクドナルドのマックカフェの新作ドリンク&スイーツを食べてみた、飲んでみた動画でした。自分はやはりマックカフェの、あーととととと、あとで返しとかない、フラッペと抹茶ラテがどちらも小豆のコク深さや抹茶ラテのさっぱりのほほとした味わいが楽しめて美味しかったので代表として5点とさせていただきます。また次の新作も楽しみですね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞主演